スノーマン渡辺翔太、富士系連ドラ初レギュラー主人公、セクシーゾーン菊池風磨の、唯一無二の相棒、役。7月から放送のセクシーゾーンの菊池風磨が主演を務めるカンテレフジテレビ系、ブソコン、火曜午後11時に、スノーマンの渡辺翔太がレギュラー出演することが7日、分かった。フジテレビ系連続ドラマのレギュラー出演は初となる。女性にモテまくるドSの設計事務所社長の主人公、夏目匠イコール菊池、当人よしがゆえに家と職を同時に失った派遣社員、仙道八重イコール長浜ねるによる大人なラブコメディ。渡辺は、才能あふれる若きガーデンデザイナー新道正樹。役で出演、花や樹木を用いて、個人の庭や公園をデザイン、設計するだけでなく、匠が設計した建物の内装を担っている人物、デザイナーとして天才、と匠が一目置く存在であり、センスも腕も確か。人懐っこい性格から人脈も広く、夏目設計事務所の主要取引先であるニキアホールディングスの社長をつないだのも新道である。